はい、すみません、僕は、中学校の中学校1年生の2学期の途中ぐらいから、喉いかなくなりました。でも中2になってからはもう始業式の1回しか行ってないんですけど、はい、で、まあ、きっかけはなんかいろんなことがたくさんあったのでちょっとこれっていうではないんでちょっとわからないんですけど、はいはいはい。僕は小学校4年生の頃の担任の先生が、まあ、ものすごく怖い先生 で、まあ、その先生が嫌いで、まあ、その先生はずっと、まあ、僕の担任なんで、その先生が学校に行ける限りは学校に行くのが嫌になって、で小学校4年の6月ぐらいから全く行かなくなりました。僕は中学1年 の7月からだんだん行かなくなって、10月に完全に行かなくなったんですけど、その理由としてはその時の同級生にちょっと自分の無神経な言動や行動でちょっとその同級生とごたごたってして、最初その同級生と僕の問題だったんですけど、なんか気づいたら僕とその他大勢のごたごたになってて、でそれがちょっと嫌でもう行かなくなりました。終わりです。僕は中学2年生の時に人間関係がうまくいかなくて、あと被害妄想というか周りが自分の社内ところで喋ってるのが全部自分の悪口に聞こえて、それで学校に行けなくなりました。あとちょっとしたいじめとかもあって、それもしんどかったです。以上です。はい、ありがとうございます。光の森に行くまでの流れは、中2の9月に初めて光の森に行ったんですけど、中1の2学期の途中からそれまでの間ずっと家に引きこもりみたいになって、ずっと家でずっとゲームしてたんですけど、まあ中2の夏休みの時に母親にもうそろそろ学校行くか、その光の森行くかどっちかにしなさいって言われて、光の森行ってみようかなっていうふうになったんですけど、まあ、光の森をどこで知ったかはちょっと覚えてなくて、一回学校のそのスクールカウンセラーの先生と話すことがあったんで、そこで紹介されたのかなと思ってるんですけど、流れはそんな感じです。僕は学校からの紹介 で最初はその、光の森のボランティアのスタッフの方が、直接僕の家に来て、まあ、家庭訪問という形で、まあ、来てくれて、で、まあ、そこで一緒に、まあ、家で遊んだりとか、まあ、時にはその人と一緒に外に出て、まあ、遊んだりとかしてて、で、まあ、そうですね、そのうちに、まあ、その光の森に行ってみようということになりまして、で、まあ、1年ぐらいそのボランティアスタッフの方が家庭訪問に来てくれて、で、まあ、小学校5年生の2学期ぐらいから光の森に行くようになりました。はい、以上です。沢田君に私から質問なんですけど、はい、スタッフが、はい、お家に訪問しに来てくれた時の感情って、はい、その時は、はい、もう来なくていいっていう鬱陶しい感情、鬱陶しいなみたいな感情なのか、はい、それとも聞きにかけてくれてる嬉しいみたいな、嬉しいっていう感情だったのか、どっちでしたか。ボランティアスタッフの方、そうです。まあ、その当時僕は、まあ、そのボランティアスタッフの方は、まあ、僕と一緒に遊んでくれる優しいお兄さんが、まあ、遊びに来てくれるっていう感じだったので、で、まあ、その人が家に来てくれたり一緒に遊びに行くときは、まあ、ものすごく楽しかったし嬉しかったですね。はい、ありがとうございます。僕はですね、最初中学校にあった別室でずっと勉強してたんですけど、なんかその別室って言ってもなんか
なみたいにこう先生がちゃんとおってなんか教えてくれるんじゃなくて、暗い部屋に一人でなんか放置されて適当にこう勉強でもしとけみたいな感じであって、でだんだんその空間におるのも嫌になって、でもうその別室も完全に行かなくなって、ちょっとした時期に祖母から光の森があるっていうのを聞いて行くようになりました。以上です。引きこもってました。3ヶ月か半年かもう覚えてないですけど、ずっと家で朝にジョギングをして帰ってから筋トレをするっていう日々をずっと続けていたんですが、何ヶ月目かで先生が家に来て、光の森っていうところがあるから中根君どうやみたいな話をいただいて、でそこに行くようになりました。そうですね、その先生からの話で光の森の存在も知りましたし、それがきっかけです。はい、僕は中学校1年生の担任の先生が、3学期ぐらいに1回家に来てくれて、これからはプリントとかを届けるようにするからねって言われて、そこから1回も来なかったことを覚えてるんですけど。で中2の先生は、変わったんですけど、担任が、なんかすごい、ほんまに1週間に1回プリントとか持ってきてくれて、でなんか毎日電話してきてくれたりとか、光の森に行き始めてからも、今日光の森で何したんやとか、そういうことをすごい気にかけてくれる先生だったんですね。で、まあ、その時はすごいなんか、毎日、大変やなというか、毎日かけられてきても話すことないからちょっと困るなみたいな感じはあったんですけど、まあ、今思えばすごくいい先生だなと、はい。でまあ、中学校3年生になった時にまた1年生の時の1回も来なかった先生になったんですけどまたですけど、その先生はその最後受験、僕が高校受験をする時に内申点がないので、すごい受験が不利だったんですけど、まあ 評価に位置をつけてしまうと、そのただ学校に行ってても、まあ、勉強してなかったりとか、そのただ単に成績悪い子たちと一緒に風に見られるから、受験の時はあえて評価なしっていう風に高校に出すねって。そうすると、まあ、高校がもう僕が学校行けてないことを説明した時に分かってくれやすいし、そういうふうにしてするねって言ってくれて、そこの対応はすごく今でも嬉しかったなと思います。はい、以上です。僕はですね、その、まあ、さっき言ったその小学校4年生の時の担任やった先生が、まあ、僕が小学校4年生やった頃に、まあ、ほぼそうですね、月1ぐらいだったと思うんですけど、まあ、僕の家に家庭訪問に来てたんですよ。でまあその時の僕の感情からして、その先生のことが嫌で、その先生が月1で僕の家に来るんですよ。もうその日がものすごく嫌で仕方なくて、本当にこの先生自分の気持ち分かってるのかなと思って、もうそのことを思い出すだけで今でもすごくなんか腹立ってくるんですけど、うん、そうですね、小学校4年生の時は、そうですね、その先生、ちゃんと自分の気持ち分かってくれるかなって思ってました。いやでも、まあ、自分がその先生のことを嫌だっていうのを、まあ、多分その先生が分かってると思うんですけど、まあ、でもその先生が僕の家に家庭訪問に来ない月はなかったと思います。ほぼ毎月、だから僕が小学校4年生が終わるまで、毎月来てました。だから多分修了証書、小学校4年生の修了証書も届けに来てました、最後まで。はい、だからその時はちょっとその先生はなんで僕のことを分かってくれなかったっていうか、配慮してくれなかったのかなとは思います。以上です。その時に先生が月1で来てくれた時に、例えば
もう僕は先生のことが嫌いだから学校に行きたくないのみたいな、ないんだっていう、自分が先生の、先生が原因なんですっていうことを直接先生に伝えたことってあったんですか？そうですね、そこまでは覚えてないんですけど、まあでも親が言ってくれてると思うんで、そこまで覚えてないんですけど、まあ、それでも来てましたね、月1で。本当にその時はなんかカーテン隠れたりとか教え隠れたりとかしてたんですけど、もうベランダからその先生が僕の家に来るのが見えるんで、もうそのたびにもうビクビク震えてました、ね、はい、ありがとうございます。僕はその当時の社会の先生がすごく理解のある人で、さっき言った別室もその社会の先生が用意してくれて、だからもうほとんどその当時の社会の先生が何やかんややってくれてましたね。だから学校っていうよりもその社会の先生に対してすごく感謝はしています。学校なんじゃよ、先生が自宅訪問で、まああんま覚えてないんですよ。たまに来はる時があって、それがすごい嫌でしたね。その先生というものがそもそもあんまり好きではないですし、あとその先生が僕の友達に連絡なあいつにしたってくれへんみたいなんで、友達からお前先生からこんなん言われて連絡してる、連絡せなあかんねん俺みたいな空気感で友達から連絡が来た時はもう最悪やなと思いましたね。覚えてます。あ